人生柿色のエンジョイゲームタイム。はいどうも、人生柿色です。俺たちとセガサターンと40代プレイってことですね。今回プレイするソフトはアイドルジャンシュスーチーパイ2になります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、ジャレコから発売されました、脱衣麻雀ゲームの第2弾になりますね。今回、まあ、前回はね、あのスーチーパイ1の方をねやったんですけども、その時と同じようにまためちゃ限定パックなので、これもあのいわゆるオリジナルではなくてね、アレンジ版になっております。パートナーセレクトかな。最初のパートナーを選んでね。前誰にしたっけな。ツーだが若干キャラクター変わってるんですよね。確かこれ初めて選ぶのがどれにしよう。ピンフ、アンコ、ソメ、ドラズキ、これいってみようかな。ウサちゃん、ミルクちゃんね。それではスタート。これミルクちゃんなんだ。とってもラブリーな白ウサギのミルクちゃん。でも外見に騙されちゃダメよ。なんてったって彼女は宇宙人。元に宇宙人なの。ウサギなんですから。あ、変身した。よく分かってないみたいね。まあ所詮は動物だから餌で手なずけるのが一番一番。必殺技はミルキーシャワー。リッチしてない時の管理は全てカンドラがつくのよ。あ、なるほど。高得点間違いなしね。勝ったらなんか壊してくれだぴょん。相手はこのお嬢様ですね。はいはい。まあ、このゲームもね、もともとはアーケード版だったんで、本当にゲームセンターで使ってこうやってましたね。それではお相手いたします。で、まあちょうどね、このゲームかな、確かね、ちょうどあの僕は高校生だったんですけど、高校の近くにね新しくゲームセンターできて、そこにねこれがあったんで、結構楽しくやっ、まあずっとやったわけじゃないですけど、まあ、ちょいちょいやってたなっていう記憶ありますね。で、あと、セガサタン版は友達が買ったのをやらせてもらって、その後にセガサタンを手に入れた後は、買い直すというかね。で、その後は、とある友達に仮パクされちゃったんでね。だから、オリジナル版じゃなくて、このアレンジ版になってます。しょうがないですよね、どうしてもね、そういう。どん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 もう行きましょう。なんか上がらないことで本当話になるんで。上がりてえなー。お、来るねー。よし、これ来るかな。ちょっときついかもな。浮いた。よし、やった。よかった。ドラに、おお、いい感じいい感じ。やっといけました。よし、おパネルラッチ6。これが大事なんだ。これがこういうちょっとね、あ、こんなポイントあったんだな。へえ、前なかったですもんね、前作では。パネルマッチスタート。おお、スペシャル召喚とかあるんだ。ポイントプラス1。ない。スーチースティック。お、やった。やりました、スーチースティックです。やりました、一発出るやつ。一発ヘルパー。へえ、ポイントプラス3。やりました。これちょっと甘いんですよね、このゲームね、こういうところが。ポイントプラス1。いや、でもポイントが増えたらなんかその能力が上がるんじゃなかったかな、確か。そのキャラクターのね。あと1回か。やった。じゃあ召喚。なんだろうこれ。召喚アイテム
なんすかスペシャル召喚って、あんま知らないんですけど。何をくれるんだろう。スペシャル召喚。ん？あ、交換することか。なるほどね。じゃあこの辺を全部変えよう。はい。さあ、行くわよ。ハイパイを変えられるのか。おお、おお、だいぶいい感じだった。すげえ。これはこれで感謝といいのかな。あとは出るかどうかだな、問題はな。マンズが来るかどうか。狙うか。勝った。これいいっすよね、これ。よし。必ず一発になるっていうこのね。しかも鎮圧ですよ。倍満ぐらい買ったかな。よし、やったー。いや、これは気持ちいいですね。まあ、これが今までのね、その脱衣までは違うと思うんですよね。お、こんな新しい画面あったんだな、画面というか。でもこれやると終わっちゃうんですよね、これが。多分脱衣がまた相変わらずマイルドなんでね。すいませんけど、皆様が思ったほどの脱衣になりはないですよ。もうめんどくせえからこのままいきます。あ、アニメーションだなってんだ。あ、ちゃんと脱衣するアニメーションで。これはレイカ様がくださった水着なんです。このやっぱりね、おとなしみですよね。もう本来だったらバリバリ多分見えるとか見えてると思うんですけど、これね、うん、よかった動画にできる。おかげで。この子新しい子だね、またね、これもね。まあちょっとね、必要以上の脱油をの思ってた皆さんにはちょっと残念ですけども、多分こういう脱しかないんでね。けど、ま、前作に比べるとだいぶアニメーションが増えましたよね。その辺がやはりこうパワーアップしてる部分かなと思いますけども。けどこのゲームというかこのプーチーパイって結構本当に人気あったなっていうの思ってますね、当時。キャラものとしてもまあ人気あったなっていう。さすがにアニメ化はしなかったですけど。まあそれを差し引いてもね、人気はすごいイメージ的に僕はあったと思いますよ。まあ、どういうメディアミックスの展開したか覚えてないですけど、お、いい感じになってきた。これも泣いても、さあ上がれないかな。上がれないか。まあ、とりあえずね、テンパイが大事ですよ、このゲーム。最初は入り方はね。いけた。頼むわ。来ねえかな。よしたー、やっと来た。長かったもう。なんとか。やっとか。
ヘルパーってなんだろうな、本当あれ気になるな。ございます。イベントパネル、イベントパネルって何？ハイパーアイ、ハイパーアイがあったのか。ハイパーアイ、ハイパーアイ、上手です。よし、あやや終わっちゃった。ハイパーアイを使える。さあこの勝負もらったぜ。ハイパーアイ、行くわよ。ハイパーアイ、丸見えです。なにそんなのありかよまあ見えても分かんないとかありますからね。そうでもないのか。お、やった、リーチ上等だぜ。よし、やった、いい感じだ。よしよし、こういうの欲しかった。1回で100万円やって、変身ゲージマックス。お、変身すんの。なんかよくわかりませんが、あ、勝った子を仲間にできて変身するんだ。へえ。えらく変わったな。めっちゃ変わったけど。怖っ。こんなのあったんだ。さあ、増えたらすげえな。なんだ？怪しいやつが増えたぞ。この勝負。おお、すげえ。ミルキーシャワー、なにこれ。勝手にしろよ、手番よ、やっちゃって。これこそやつか。ミルキーシャワー。おお、これがもしかして入るやつ。そんなのある、必ず入るっていうやつ。すごい、ドラが入る。本当にイスカ様だな、これ。もうすでにドラ6つありますけど、これで。あとうまく泣いてこう作れればだな、勝てるかもしれないね。ポーン、よし、これで7つ。ドラ7、上がりたい。けどハイヤー石棺はね、結局ね、ああダメか。天敗脳天、縮小はまずったな。よし、上等だぜ。よし、やった、おっしゃ。パネルマッチ勝った。ポイントプラス、よーし、これで勝ったよ。上手です、はい、やったー。やったね、時間かかったなー。ちなみにね、皆さんはちょっとだいぶパッと見てると思うんですけど、小1時間ぐらいやってますから、このゲームこの2人目脱がすのに。脱げばいいんだろ。まあでもね、そんな大したのじゃないですからね。シャレになんねえよ。本当だったらね、ここがね、うん、もうギリギリ見える感じだったんでしょうね、本当は。本来だったら惜しいですね。うん、見たけりゃ見ろよ。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。アイドル雀士スーチパイ2、いかがだったでしょうか。ちょっとね、アレンジ版なんで、
脱衣がだいぶマイルドになってましたけど、まあけど本質は同じなんでね、こんな感じになってまーす。よーし、やっぱ楽しかったな、久しぶりにやっぱり脱衣麻雀やると。またね、つうか、まあうちで結構脱衣麻雀系あるんでね、だからこの脱衣シーンをこううまく皆様にこう、ね、大事な部分を隠しながらお見せできればなと思っております。またね、セガサターンの外に関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想をしますので、よろしければコメントといただけますと嬉しいです。コメントが苦手だった方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。